皆さんおはようございます。2020年4月の12日になりました。雨の朝です。どんな朝をお迎えですか？今日はですね、ちょっと2部に分けてご挨拶をいたします。というのも、前半はですね、うぶすなっていうことについてちょっとお話をしてみたいからです。うぶすな、生まれた土地の神って書きますね。うぶすな、かつてはですね、今あの NHK で和食文化についてラジオ心を読むっていう中でですね、お話をしてくださってますが、その中で和食みんながですね、共同体の中で同じものを食べる、で同じものを食べて、そしてお互いを確認し合う。共同体にはうぶすなっていうですね、自分たちを守る神様がいてくれて、そしてそれがその共同体の何て言うんでしょうか、絆とですね、安定をこう保証してくれると。そしてその中で取れたものを自分たちで、神の恵みに感謝しながらいただくと、まさに命をいただくと、こういう日本の文化についてですね、考えてみると、皆さんはどういうご自身の、まあ、なんとか自己同一性っていうとオーバーですけども、自分がですね、よって立つところ、自分の周りをこう固めてくれるもの、これをお持ちでしょうか？18歳の時に東京に初めて来ました。初めてというか、もちろん全国大会、バレーボールの全国大会でですね、13、14、15と、毎年もう日本一を目指してきてましたから、一番最初に東京に来たのは13歳、14歳、15歳ですけども、本当に住むようになったのは、まあ、18歳、浪人の時ですね。まあ厳密に言うと東京でなくて神奈川県の百合ヶ丘っていうところでですね、河合塾の合診寮、浪人生でしたから、京都大学に1点差で落っこってですね、まあもう自分の人生はなんて何なんだろうって思った、そんな時でしたね。まあ何なんだろうっていうよりか、でその時に思ったのは、自分をこう育んでくれた土地からものすごく離れてしまうとですね、自分が猫木ってその頃僕は つけてましたが、根っこごとですね、まあむしり取られたような草になったような感じがしました。コンクリートの町、そして言葉はですね、全く違うんですね。方言に対するコンプレックスもあって、言葉を喋るのもはばかられた。そしてそのある時お寿司屋さんにですね、まあ1200円ぐらいだったかな、当時、ま、父が特別に食べろって言ってくれて、送ってくれたお金持って言ったらですね、シャッパくださいって言ったんですよ。そしたらものすごくバカにされた顔をしてですね、顔をそのお寿司屋さんはしてですね、シャッパってそんなもんねえよって言うんですね。なんだろうと思って、シャッパって、まあ、私の佐賀の方言だったんですね。シャコのことなんですね。でも恥ずかしくてそのお寿司屋さんを出てきました。苦い思い出でした。自分を育ててくれたそのあったかい、絆、あったかい土、それってみんなに必要なんですね。でうぶすなっていう、まあ、日本の神道の中にある考え方っていうのは、それがこうずっと連続していくと。で私は小学校の頃からですね、人間はどうせ死ぬんだと、いつか土に帰るで、まあ、死刑が決まった、塀のない刑務所にいるようなもんなんだと。だからその自分の人生に 何の意味があるのかと。そして最後死ぬんであれば、もうその1秒一刻ですね、さっき僕が話したあの時間よりも今の時間の方が死に近いわけですね。そうするとこんな恐ろしい目にね、なんで親は
合わせて自分は頼んでもないのに、頼んでもいないのに産んでくれたんだと、まあそんな傲慢な考え方を持ってたんですね。で、まあ小学生ですから仕方がないって言えば仕方がないのかもわからないけども、本当に辛かったです。夕方になるとですね、もう一日がもう過ぎるっていうことが分かるわけですね。太陽は本当に西の方に沈んで美しいんだけど、まあ、自分の人生の終わり、そしてその仮装されて、あとはもう永遠の沈黙が続くと。でそれを想像できないんですよ。でそれがまあ自我をこう溶かしていくわけですね。でこれはもうずっとなんていうかな、もう切迫した苦しみなんですね。なんで生まれてきたんだ、なんで自分は一日一日この死に向かうこの牢屋にいるんだっていう話ですね。でもですね、ある時に、まあ、東京大学で、私のふるさとのですね徳富くんという親友が、中学校からはもう先生になって、荻野桜ヶ丘小学校とかの先生ですね、すごくいい先生になったんですけども、彼にそっくりの顔が真っ黒でですね、もう笑顔の素敵な人が駒場東大駅のところにいたんですね。この人誰だろうと思ってついてったんですよ。そしたらなんと東大の教養学部の教授、助教授だったんですかね、だったんですよ。何これ、徳さんここに来て教授してんのかと思ったら、いや違う、別の人なんですね。でその人が三田宗介先生だったんですよ。東大の教養学部ので三田宗介ゼミって言ったらですね、すごく人気で、抽選だったんですかね、私入れなかったんですけども、先生の本をずっと読んで、そして松下政経塾に入った時にはやっとですね先生に、塾まで講演に来ていただきました。今でもあの感激は覚えてます。先生は何を教えてくださったかというとですね、時間の比較社会学っていう本の中にも書かれてますけども、自分が死んで終わりだっていうふうに考えるのは近代の自我が陥った、まあ、ある特殊な状況なんだっていうことを教えてくださったんですね。で世界の中にはですね、過去から未来にだけ時間が流れるっていうふうに考えてる人類っていうのは、世界の人類史の中ではですねそんなに多くないんですよ。多くないんですって。私全然知りませんでした。例えばアボリジニであるとか、あるいはアフリカの人たちはですね、例えばトーテムポールにその自分たちの生きるその表彰を、さっきのウブスナではないですけども、永遠の命をが自分の中にその分かれているもんなんだと。で自分たちはたまたまそこから今ここにいるだけなんだと。あるいは未来からも時間が流れてきてですね、その時間の観念っていうのは近代的な時間の観念っていうだけじゃないんだと。ちょっとうまく説明しきれてるか自信がなくなってきましたんで、ぜひね三田宗介先生の時間の比較社会学っていうのをご覧いただければと、お読みいただければと思うんですが、ハッとしましたね。で自分がコンクリートの上にその根こそぎですね捨てられた、もう弱い草のように、もう根も何もこう干からびていくような草のように感じていたものが、あそうなんだ、自分はつながることができるんだ、自分はその永遠の命っていうか、なんていうかな、もっと違うものと一体となることができるんだと。私が大好きなスタートレックの中にですね、ピカード艦長出てきますけど、よく Q っていうのが出てくるんですよね。 Q っていうのは永遠の命を持つ連続体の中の一人なんですね。まあ素行が悪くてその連続体を追い出されて
そしてその追い出される中でですね、ごめんなさいね、自分をなんていうかな、保てなくなって時々ちょっかい出しに来るわけですね。で、あ、自分もあの球みたいなもんだったんだなって思ったんですね。あ、ちょっとまたですね、うぶすなと時間の比較社会学ということでお話をさせていただきました。それではまた失礼します。